新型パストとブーンは酢の魅力を高めまして、ナチュラルで親しみやすいスタイルあるいは内装としております。今回の新型パストにはもう一つの大きなセリングポイントであるスタイル雰囲気重視層に向けた新テイストグレードを追加しております。オリジナルのグレードパストに対しまして、華やかさをプラスしたパストプラス花グレードでございます。キャッチフレーズとしましては、自分らしい車、愛着の持てる車という意味を込めまして、マイサイズ、マイパストとしてきました。セリングポイントとしては、第1にシンプルで飽きのこないデザイン、第2に高い実用性と経済性、第3に納得の安心感と扱いやすさとしました。まず最初のセリングポイントですが、この車のデザインテーマは素の美しさです。必要なものを必要なだけ、そして物の本質に焦点を絞り込みまして、素で美しい商品を追求してまいりました。次に2点目のセーリングポイントである高い実用性と経済性ですが、ユーティリティでは旧型モデルで非常に好評のロングクッションモードを継続いたしまして、フロントインパネ部に買い物フックを用意するなど、数多くの実用性の高い機能を設定しております。エンジン体系では旧型でも好評いただいておりました1リッターの 1KR エンジンと 1.3 リッターはより高性能な 1NR エンジンを新規開発設定いたしました。また全車4速オートマチックから今回 CVT 化によりまして、燃費の向上とスムーズな走りを実現しております。燃費は1リッターで10-15モード、リッター 22.5 キロ、 1.3 リッターでリッター21キロを達成しておりまして、特に 1.3 リッターが旧型モデルから大幅に燃費を改善しております。この結果1リッターは 75% の、 1.3 リッターは 50% とともにエコカー減税の対象としております。また実際の運転における燃費面も大幅に向上をしております。最後に第3のセリングポイントである納得の安心感と扱いやすさですが、パッケージとしましては前後前幅は旧型モデル同等ですが、歩行者保護の観点から全長を40ミリ延長するものの、運転しやすさを考慮いたしましてヒップポイントを10ミリ上げ、ベルトラインを視界、ベルトラインを下げまして、視界の良さをしっかりと確保いたしております。なお室内ではカップルディスタンスも5ミリ拡大いたしまして、またドアトリム周辺の形状も、工夫しまして20ミリの室内幅を拡大をしております。またコンパクト系ではトップの最小回転半径 4.3 メートルとしておりまして、軽自動車と遜色のない小回り性を確保しております。また安全面も JN キャップ最高レベルの6つ星の獲得を目指しまして開発を進めてきまして、車内ではこれを達成しております。また全方位からのコンパティビリティボディ構造ゴアの採用や歩行者障害軽減ボディを採用いたしまして、歩行者の頭部や脚部への衝撃緩和も図っております。以上についてが今回の新型パッソブーンに共通する車両概要でございます。